すすきのといえば日課、はい、低温調理されたステーキが出てきました。3年ぶりの隅田川の花火大会です。熊本といえば馬刺し。バルセロナから飛行機を3回乗り継いで札幌に来ています。お寿司を食べたいと思います。寿司屋来てます。すすきののお寿司屋さんです。なんだかんだ言っても日本のシーフードが一番です。白エビの唐揚げです。ちょっと食べちゃったけど水ナスです。北海道といえばつぶ貝でしょうか。つぶ貝のバター焼きです。やはり北海道といえば違いなので思わず他のお客さんが注文したのを見て注文してしまいました。手がにです。北海道すすきのに来ております。ここでは食べてませんがいくらぶっかけ丼で超有名なツッコミ師で有名なお店です。札幌到着して2日目です。二条市場にやってまいりました。生茹で毛ガニ4000円。値段の違いは重さの違い。はい、ツナも美味しいな。ツナも美味しいですな。はい、タコはあるよ、タコ。あれだよ。沖大根。沖です。箸と、箸このぐらい。超でかいガキ。まあ、クリーミーっぽい。思わず550円で買ってしまいました。いただきます。超クリーミーで美味しい。日本最後の稼働する時計台、札幌時計台にやってきました。久しぶりに来ました。でもただの時計台です。ラーメン、味噌ラーメンを食べてしまったためカロリー消費のため散歩にやってきました。大通公園です。大通公園歩いてました。今日は札幌ビール祭りのようです。大手4社札幌ビールキリンビールアサヒビールそれからサントリー全部出ています。ビアガーデン始まりました。ビールを中心に、売りまくってます。こんな感じでいろんな国のビールが飲めます。最後に札幌ドイツマーが登場しました。ミュンヘン札幌ミルウォーキービールの街提携オクトーバーフェストみたいな感じで札幌では夏開かれてます。ドイツのビールメニューです。なんかいつも取るのを忘れてしまうのですが、ソーセージとザウアークラフトとドイツのピルツナラガービールです。30分以上歩いて1時間近く歩いたのでとってもビールが美味しい感じです。タメッコージ3丁目にある市別バーベキューです。北海道といえばラムということで、美味しそうなラムの焼肉屋さんに来ました。炭火焼きです。ラムを塩で食べさせてくれるのでワインが超合います。ということで、羊本来の味を味わえる人気店です。必ず予約して来てください。ラムを食べ過ぎて夜の街をさまよっております。すすきの。すすきのといえば日課、日課といえばマッサン。ここは札幌の象徴です。私は時計台よりこっちの方が魅力があると思います。札幌最後の朝です。海鮮の作り込み美味しそうですね。サラダ、パン、ソーセージ。
いいです。小鉢。これが小鉢だ。最近は必ず熱海の夫婦に来てます。今日は夫婦で初めて鉄板焼きなんですが、鉄板の場所で温度が違うので、低温調理、油は溶けるけどタンパク質は白くならない、低温長時間調理で美味しそうなステーキが出来上がりそうです。これはローストビーフの前菜です。低温調理されたステーキが出てきました。私は自分でも料理してステーキ料理はうるさいんですが、シニオン56度前後で噛むとジュースが出てきて超美味しい焼き方です。シェフはこの方です。奈良で自分でお店を持ってられて、見ては素晴らしい焼き具合でした。なんと座ってから50分ぐらい経ってますよね。ちょっと早かったんですよ。本当はもう53、4分ぐらいの方がいい。50分ぐらい経ってましたよね。絶対必要です。もう細胞ジュースが出てないし、温度管理も素晴らしい。ありがとうございます。はい、非常にビビです。ということで皆さん夫婦に来てください。彼がいるときに、お名前は。友永さんがいるところに来てください。北海道からリンゴルフフューチャーズトーナメントを経て、昨日は熱海、今日は、熊本にやってまいりました。熊本といえば馬刺し、からしれん、カリカリピーチ、馬の煮込みです。熊本馬料理堪能しております。熊本城来てます。熊本大地震、こんな感じです。ひどかったようです。まだ修復されてません。熊本地震の傷跡が未だに残っています。熊本スカメです。今日は馬の焼肉にしました。馬焼きです。3年ぶりの隅田川の花火大会です。95万人見に来てます。こんな感じです。人うちの事務所は花火の打ち上げ会場のすぐ近くにあるので、クーラーを整理、快適に。今回、バルセロナから始まった世界一周の旅も終盤に近づいてきています。今久しぶりに羽田の JAL のファーストクラスラウンジにいます。これからロサンゼルス帰ります。お疲れ様でした。今度は、マイナーの世界一周の周遊券に関して説明できればと思います。これをご覧いただければ分かるんですが、この回は世界一周、ワンワールドで購入しまして、
ロサンゼルス、ロンドン、ロンドン、バルセロナです。これは BA で行きました。スターアライアンスで世界一周行った際は、沖縄プラスバンコクだったので少々マイルが多く4万2000マイル1回で貯まりました。今回 JAL のこの行程は合計約3万8000マイルに貯まってます。まあ、基本的には、バルセロナ経由、バルセロナに行って日本では、札幌、それから熊本を往復し、それからロサンゼルスに帰るという予定だったんですが、たまたま今回は時間がないために、東南アジアは行けませんでした。ワンワールドの、3大陸世界一周周遊券は非常に使いやすく、私の場合起点がロサンゼルスになるわけですが、各大陸、今回の場合は世界一周で、アメリカから、ヨーロッパ、アジアを経由して、アメリカに帰っていくという旅なんですけども、各大陸で4回の飛行機が乗れるという、乗っても乗んなくても、例えばロサンゼルス、ロンドン、成田、ロサンゼルスでも、その間に、1回飛行機を乗ってヨーロッパで4回乗れるわけですから、この4回というのはアメリカからヨーロッパに行く飛行機を除いてヨーロッパ内で4回乗れますので、少なくとも3都市から4都市は滞在することができます。また、トランスファーの数、ストップオーバーの数も制限がないために、自由に移動できるので、世界一周の周遊券の便利性としてはですね、ワンワールドの方が格段上になると思います。またご覧になっていただくと分かるんですが、国内線も今回もビジネスクラスの世界一周遊券、これも確か、約1万ドルぐらいだったと思うんですけども、購入して、国内線を4回乗りましたが、各大陸4回乗れるので、熊本と羽田、それから羽田、札幌の往復で4回、これを時間がなかったために選んで使用しました。日本航空の場合はちゃんと、国内線は J クラスを取ってくれてます。で、なおかつマイルもですね、見ていたポイントも見ていただけば分かるんですけど、アナの場合はディスカウントエコノミークラスのポイントしかもらえませんが、 JAL の場合はちゃんと普通のフルフェアのエコノミープラスクラス J のポイントがもらえています。約 60-70% から 80% ぐらいアップのポイントがもらえてます。で、今回は東南アジアがなかったので合計3万8000マイルしか稼げませんでしたが、このような形になってます。日本を起点とする皆さんは、例えばアメリカに来たらアメリカで、4回乗れます。ストップオーバーも3回4回できます。まあ、例えばですね、ロサンゼルスからダラスに行って、マイアミに行って、ニューヨークに行ってというようなことも各都市ストップオーバーしながらできるので非常に便利だと思います。ということで、利便性に関してはワンワールドの世界一周周遊券の方が便利だということがお分かりになるのではないかと思います。 JAL は、また、ロサンゼルス羽田線は、ファーストクラスになるので、まあ、今回も東京ロサンゼルス、C クラスになってますが、これは上の方の国際線アップグレード特典効果、4万5000マイルで、ファーストクラスにアップグレードしてます。私非常にマイラーで一生懸命マイルのことを勉強してますので、過去30年間ファーストクラスフルフェアで、払ったことありません。日本往復は必ず、ファーストクラスがあればファーストクラスで乗れるよう努力しておりますが、そのファーストクラス自体が
KLA がなくなってしまったので、ワンワールドに変更したという感じです。これは7月に旅行しましたが、10月にまた、ロサンゼルスからマドリード、ヘルシンキ経由で羽田に着き、羽田から今度はクアラルンプールに飛んで、往復し、宮古を往復してロサンゼルスに帰るような旅をしようと思ってますので、その、マイル稼ぎの状況も皆さんに報告できればと思います。また、10月に旅する時にも映像を撮り、どのぐらいマイルが稼げたか、 JAL のマイルについてどのような変更があるのか、そのようなことも含めて報告させていただきます。